と5番の橋のジッターが近づいて並びかけようとする。前3と横に広がった。おっとちょっと3番の対戦ヤンサの外にもたれかけん直線コースに向かいました。前は7番フィデル先頭、ジョッキーが追い出した。内1番のダノンピーカブー、外にも差して5番の橋のジッターが前を追っていますが、残り156点で7番フィデルわずかに先頭。リードは1馬身、捉えにいかんと5番の橋のジッターですが、遅れを取った内1番ダノンピーカブー盛り返して2番手、先頭7番のフィデル快勝、ゴリデビュー勝ち。はい、どうも皆さんこんにちは、ムニムニです。まずは、1年間応援ありがとうございました。私は今年 YouTube 始めたんですけれども、そこから多くの方に応援していただいて本当に幸せな1年でした。本日は12月28日火曜日に中山競馬場の芝 2000m で行われますホープールステークス、年内最後の JRAG1 の予想をやっていこうと思うんですけど、ここからは先ほど発表させていただいた印をなぜ言ったのかっていうのを過去の傾向を見ながら深掘りしていこうと思います。それではまずホープールステークスで求められる適性についてお話ししていきます。まずコース形態、中山 2000m の特徴といたしましては、器用さが必要なコースと言えると思います。方位が取れて、まずコーナリングもうまい、器用さがある馬がコースをしやすいコースかなと思います。続きまして過去5年馬券内に来た馬の位置取りと上がりタイムに着目いたしますと、位置取りは先行有利って感じです。で、上がりは結構かかってるなという印象があります。というところなんで、差し追い込みいいぜといった後方組でも4コーナーでは前目にいたいレースかなと思います。この傾向の最後といたしまして、レースラップに着目いたしますと、後継ラップになることが多いですね。特に金3年っていうのは、スローからの残り5波動戦になってます。ホープールステークスが G1 に上がってから、結構活躍馬っていうのがその後このホープールステークスをステップとして、生まれてるっていうところで、クラシックにつながる練習台としてスローで折り合いをつけて残り追跡を使うという競馬を有力馬がするようになったからかなと思ってます。以上より私がホープールステークス求められる適性として考えているのは3つで、1つ目は器用さがあること、そして2つ目は長く追跡が使えること、そして3つ目が小回りをこなせるかというところだと思います。ホープールステークス 2000m という、まあ、王道の距離ではあるんですけれども、中山競馬場結構トリッキーなんで、ダービーで構想するような馬っていうよりは、どっちかっていうと小回りをしっかりこなしてくる器用さのある馬が構想するレースかなと思います。それらを踏まえまして、一周前段階での私の本命はフィデルでございます。フィデル前走は京都2歳ステークスに出走いたしまして3着でした。いいスタートを切ってから3番手の外目を先行する競馬でした。で、直線の4コーナーくらいで先頭に並びかけに行って、ところで、まあ、個人的に私、京都2歳ステークスで一番強い競馬をしたのはフィデルなんじゃないかなと考えてます。この馬の特徴といたしましては、競馬が上手いというところだと思います。この馬、スタートは相当早いです。また、折り合いもバッチリつきます。また、この馬、友道先生のコメントなんかからも、相当センスがいいっていうことをおっしゃってるんで、やっぱりそういった競馬の上手さっていうのを持ち合わせてる馬だと思います。あと、ま、この馬、総合的にも結構穴はない馬で、しっかりストレートも伸びるんですけど、回転力もある。で、ところで、ま、距離、そして舞台、しっかり適性があるんじゃないかなと思ってます。唯一の不安としては、初輸送ってところだと思います。ってことといたしまして、前走京都2歳ステークスの時の状態は、両下途上だったっていうコメントが陣営から出てます。で、そういった両下途上の中での実績レースで、強い競馬をしたのは3着なんで、まあ、ここで上積みを見せてくれれば、十分主役級の能力がある馬だと信じて、ここは本命に押しました。対抗が、おにゃんこぽんでございます。おにゃんこぽん前走は、100日走特別に出走いたしまして1着でした。この馬もいいスタートを切って3番手を先行してました。で、直線入り口ぐらいから結構早めに仕掛けて長くいい足を使ったレースでした。この馬の特徴といたしましては器用さがあるところだと思ってます。この馬スタートがめちゃくちゃ早いですね。これブニブニ調べって書いてるんですけども、単純に私が一応出走馬前頭のレースを見てた中で、一番スタートが早いのはこの馬かなと思ったってところです。で、あとこの馬折り合いもしっかりつきます。同舞台の中山芝 2000m で新馬を買ってるんで、舞台適性もしっかりある馬だと思います。あと、この馬は結構特徴的だなと思ったのが、その前走100日走特別の直線での手前替えでございまして、結構何度も手前を変えてるんですよ。多分そんなに指示は出してなかったんで、この馬自主的に手前を何度も変えてたってレースでした。というところで、まあ、直線で余裕がなかったっていう可能性もあるんですけれども、私は結構器用な馬だなというふうに、そういうところを見て思いました。一言と言いたしましたら、まあ、この馬ってのは結構スタートもいいし、いい位置が取れるんで、まあ、安定感のある馬かなと思います。あと、この馬びっくりしたんですけど、セレクトセールに登場して、864万円っていう、まあ、競争馬にしてはそこまで高くないなっていう金額で落札されてます。というところで、まあ、そういった、夢のある馬かなと思うんで、ここはちょっと頑張ってほしいなと思ってます。3番手評価が里のヘリオスでございます。里のヘリオス前走はエリカ賞に出走して1着でした。道中は後方から進んで、で、4コーナーで、まあ、内に進路を取りました。そこから一瞬のキレっていうのを見せて一気に抜け出しての1着という競馬でした。というところで、まあ、この馬は、揉まれても馬群に突っ込んでもしっかり大丈夫な馬かなと思ってます。特徴としては小回り向きの走法ってところだと思います。この馬、走法が典型的なピッチ走法っていうところです。また、ピッチ走法の中でも結構硬さが若干ある馬かなと思います。
なんで究極の時計勝負っていうのはちょっとどうなのかなって私それ見て思ったんですけど、今回そんなレースにはならないですし、小回りコースなんでいい舞台設定なんじゃないかなと思ってます。あと個人的に前走エリカ賞に出走したベールランスとあとダノンブリザードっていう馬、あとまあちょっと破れてしまったんですけどアートハウスっていったそういった馬っていうのは強いと思ってるんで、能力がしっかりある馬だなと考えてここは3番手の評価です。一言といたしまして、岩田未来騎手そろそろ重賞を買ってもおかしくないと思います。それくらいこの馬上手いです。初重賞勝利を G1 で飾ってほしいなとも思ってます。予算評価の馬さんがアスクワイルドモア、コマンドライン、クラウンドマジック、そしてボーンディスウェイでございます。まずアスクワイルドモアに関しましては、この馬は札幌2世ステークス2着っていうところで、これ後方からの競馬だったんですけども、一方後方からの組が、届きにくいレースだったんですけども、そこを、しっかりと素足を伸ばして2着に来てるんで、周りもこなせるのかなと思います。でコマンドラインに関しては、そうですね、もうこのまま先行もできる操縦性の良さってもあり、またディープサークにしては折り合いがつくのかなと思ってます。これ走りがまあこのままオートビーでかつ軽い飛びをするんで、中山の小回りの、時計がかかる条件っていうのはちょっと、具体設定として疑問がつくかなと思って抑えの評価にしました。で抑えの3投目がクラウンドマジックで、クラウンドマジックは小回り合わないと思います。このまますごいオートビーの走法で、ただこのまま素足だけで言ったら出走メンバーの中で一番いい素足があるんじゃないかなと思ってるんで、後方組に展開が向くようなら高層組に期待が持てる馬はクラウンドマジックかなというところで抑えの評価にしました。であと最後ボンディスウェイに関しましては、有力馬に差し馬が多いんで、まあ、前に行くこの馬にとって展開が恵まれれば自力もしっかりある馬だと思ってますし、一発あるんじゃないかなと思って抑えの評価にしました。以上でホープルステークスの動画終わります。ご清聴ありがとうございました。良いお年を。